第4章裏切りの連鎖。おお、谷村と伊達さんが会ったか。えっ、じっとしてろ。でも上司なのかな。最近の刑事ってのはこんなに軟弱になっちまったのか。本当だよ。でも桐生の一発だ。しかしまさかこんなとこにあの大先輩がいるなんて思いもしませんでした。やっぱそうだよね、大先輩だよね。ある意味ここ数日で一番の驚きです。しかもこの格好。何言ってんね、元刑事が分野でクラブの手伝いしてちゃ悪いのか。いや、ただ、ただこの数日間毎日が信じられないような出来事の連続で。本当だよね。お、帰ってきた。誰？秋山か。ああ、どうだったんだ。和解した。お前さんの店の様子は。はあ、ダメ。まんまとやられちゃってましたよ。貧乏？秋山。ああ、せっかくコツコツ貯めた金だったのにな。いやー、ショック死しちゃうよこんな。これじゃまた一からやり直しだっての。やっぱり金盗まれてたのか。綺麗さ。1000億つってたもんな。いくらぐらいだ。1000億。はあ、1000億。本当なのか。やばいな。ああ、俺も最初は信じられなかったが、どうやら本当らしい。どういうことなんですか、秋山さん。いやね、実は俺の店でっかい隠し金庫持っていてね、そこに入れておいた店の金が全部持っていかれちゃってたのよ。いや、誰に。検察っていうか、多分木戸ちゃんに。めっちゃ調べてたもんな。え、木戸ってあの新井の兄弟分の、あの。お、うわ、見れるのか。9日前、スカイファイナンス店内。これあれじゃない、花ちゃんが来るっていうところの前の話なんじゃない。誰もいないか。木戸ちゃん俺結構好きだったのにな。そっち側だったんだ。いやでもそんなまだあれだな、裏切る感じないなこの頃だと。いや、なんか喋れよ。なんか喋れよ、一人でも。はいはいはい、ちょっと漁ってますね。その例のファイルっていうのを探してんのかな。でも金庫ってどこにある、その1000億も入ってる金庫なんて。六方全書か。はいはい、ここで花ちゃん来んだよね確か。あ、違うか。やっぱ秋山さん頭いいんだな。うわ、なんだこりゃ。え、うわー、おい、ちょっとマジか。そんな簡単に開くの。どうなってんのこれ。うわー、いや、そりゃそ、うわー、すっご、なにこれ。いや、暗証番号とかつけろよ絶対。嘘でしょ、ここで分かっちゃうの。え、どんなもんなのその1000億ってのは。いやー、いやー、すーげー、なんじゃこれ。これ全部10000円。ゆきちなん？秀吉じゃないの？ゆきちなのこれ？えぐ！ちょっと、そりゃ1億普通にあげるわ、秋山も。金だ。うーわ！怖っ！
一旦逃げるよな、一旦去るよな。何を見てんだ。はい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 、花ちゃん帰ってくる。やべ、なるほどね。なるほど、で本読んでるふりをしたのか。あーもうなるほどなるほど、タイミングよく花ちゃんが帰ってくると。あれ、もう社長またドア開けっぱなしなんだから。あー木戸さんごめんなさい、ちょっと買い物に行ってて。あーすいません、勝手にお邪魔してます。なるほど、焦ってたのこういうことか。本当なのかよその話。ええ、あの隠し金庫のことは俺と花ちゃん以外知らない。なら知ってる可能性があるのは木戸ちゃんだけなんですよ。なぜそう思うんだ。そう考えたらいろんな辻褄が合っちゃうからなんですけどね。例えばあのあと木戸ちゃんは柴田組の兄弟組織だった白鸚会に連れ去られた。びっくりするぐらいに簡単にね。それが何かおかしいのか。ええ、俺昔一回見ちゃったんですよね、キドちゃんが街で喧嘩しているとこ。それがどうした。あーそっか、サイジマも見たな。実はめっちゃキドちゃん喧嘩強いんだよな。すっげー強かったんですよ、この俺が見てもビビるぐらい。だけどキドちゃんはそのことをずっと隠してた。どうして。組織上の大祭ってやつか。ええ、多分木戸ちゃんや新井さんがいた金村工業ってのはあくまでも柴田組組織の枝組織。本来なら極道は強さをアピールしてなんぼなんだけど、金村はそれを良しとしてなかった。なんでだ。目立ちたくなかったんですよこの街で。まあ金村さんらしいっちゃらしいんですけどね。なるほどな、派手に暴れりゃこの街じゃすぐに噂は広まっちまうかもしれないな。そう、あの金村っておっさんは上がりすら俺に金借りて何とかしようって男だった。島を拡大するとか、それで他の組織と揉めるとか、そういうのには全く興味がない人だったからね。小さい組織はこの町で生き残るための策ってことか。ええ、だから新井さんも木戸ちゃんも普段はなるべく暴れ回らないように気をつけていた。でも実際はべらぼうに強い。じゃあそんな木戸がその白鸚会ってのに連れ去られたのには訳がある。ええ、あの日俺が店に戻ってきた時、すでに木戸ちゃんは連れ去られていた。当然部屋は荒れていた。でも一つおかしなことがあった。何ですか。それは本棚に置いてある本の配置だよ。え、そう、本の配置。多分木戸ちゃんは白鸚会の連中と争うふりして本の配置をごまかそうとしてたんだろうけど、何冊か本棚に本が残っちゃってたんだよね。あれでなんとなく怪しいと思っていた。すげえな秋山。でも秋山さん、お世辞にも綺麗とは言えないあんたの店で、あんたは本棚のどこに何の本があるか覚えてたっていうんですか。うん、全部。何、マジで。まあとにかく俺は木戸ちゃんに一杯食らわされたってわけだ。あ、秋山って実は頭いいもんな。だって1000億の金を持っててああいう風に金を貸す、ただバカなやつがそんなことやったら絶対お金なくなってるもん。いやー、だってさ、6ぐらいまで秋山出てくるっしょ。結局8まで出てきたっしょ。頭いいやつやるとあそこまで残りませんって言ってたって。お前このご時世現金で1000億も持ってるなんておかしいじゃん。なんで銀行に預けておかなかったの。はあ、銀行なんて信じられませんよ。預けてたって大した金利もつかないしね。しかし1000億なんて金そう簡単に運び出せるもんじゃないだろう。どうやって犯人は盗み出したんだ。さ、ただまあ昨日店の家宅捜査にやってきた連中が運び出したのは間違いないでしょうね。あの警察の連中はフェイクだったってわけか。ああ、きっと木田ちゃんから情報を聞いた桂木が差し向けた連中だったんだろうね。そういうことだ。はあ、なんか嫌になっちゃうよな。いやそうだよな、あんなにずっとホームレスださ、ここまでのし上がったんだよ1000億プレイヤーとして。なのにまた0円、またホームレスに、あれよ、また戻るよ。金貸しなんかしてると人に裏切られるのは日常茶飯事なんだけどさ、こう立て続けに来るとちょっとね。
でもなんかあんまりショックを受けてるようには見えねえな。それに1000億もの大金盗まれたら普通そんな反応じゃねえだろ。ショック受けてますよ、これでも。まあ確かに金の方は大した問題じゃないんですけど。何？はあ？大したことないだ。金はまた増やせばいい。すげえ秋山。でももうビジネスとしても結構成り立ってんだろうな、いろいろ。それにいいこともあった。いいこと？あんたに会えたってことですよ、キリュウさん。実は俺ね、5年前あんたに救われたんですよ。あんたは俺の憧れの人ですからね。あ、そうなんだ。俺に救われた？あんたは何も知らないと思うけど、5年前に起こったあのミレニアムタワーでの100億の爆発騒ぎ。俺はね、あの時空から降ってきた金を拾ってホームレスから這い上がった。つまりあんたのおかげで人生もう一度やり直せたってわけだ。あの時の金で。ええ、でもまあ今思うと俺が銀行員時代知らず知らずのうちにも関わっていたマネーロンダリングってのもその100億のロンダリングなのかもしれないけどね。神宮から東条会に回っていたあの100億のことだ。そう、だからなんか放っておけないんですよ。もし今回の一連の事件にあの100億が絡んでるのかと思うとね、まさか1から4でね、こんな伏線があったとは誰も思いをしないよな。タバコかい、火をつけるかい。いらんやろこんなシーン。かっこいいシーンだけど、なんか因縁感じちゃったりしません？こうしてここに俺らがいるのも改め決まっていたことみたいな。いや伊達さん入ってくんな。伊達さんは違うぞ。絶対違うからな。お前戦わないだろ伊達さん。いや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 、絶対違うから。で、これからどうするんだ、お前ら。まあ確かにな。西島と安子を取り戻すつもりなのか。ああ、それしかないだろうな。西島ならいけると思うけどな。だがどうすればいいんだ。金はすでに葛城の元にある。うんうん。やはり奴らの居場所を探して、直接攻め込むしかないのか。いけそうだけどな。いや、策はある。お？ん？なんだなんだなんだ。何？あ、そっかそっか、出た証拠。神宮から入ってるもんな、100億。これは、おい、キリュウ、これって何なんだ。浜崎のやつだよ。動かぬ証拠というやつだ。おそらく宗形も葛城もこのファイルの行方を追いかけて。例のファイルってこれ？これを使えば奴らと取引できる。なるほど、これのこと言ってたんだあいつら。はあ、なんか秋山のさ秘蔵ファイルとかなんかそういうあれなのかなと思ったけど、これね。おい、キリュウ、こいつどうやって手に入れた？沖縄で浜崎から託された沖縄第二刑務所という施設が生まれた経緯と独立資金の動きが書かれている。へえ、金の動きね。取引の関係者と金額が書かれているな。2005年に100億という金が東条家から神宮恭平に渡ったと書かされている。そしてその後警察署に渡ったと。それって桐生さんが関わってたという例の。そうだ、5年前に東条家が入れた消えた100億事件だ。あ、そっか、東条家が急に100億は消えたって盗まれたって言った。それは神宮がじゃあ盗んだ。神宮はその後100億を警察に渡そうとしてたんだ。そして神宮恭平というのはその事件の黒幕であり、遥の本当の父親だったという男だ。それだけじゃない、ここには警察内部で託られていた計画についても書かれている。作為的な犯罪のコントロール、これはすごい得な手だ。あいつらが必死で追いかけてるわけだ。これが公開されれば過去の悪事が全てバレてしまう。それでこれからどうするんだ。俺はこのファイルを使って葛城と取引しようと考えている。どうにかしてヤスとコンタクトを取る。だったら俺が知っているヤスを一度電話で話しているからな。俺の携帯からだったら葛城もきっと電話に出るだろうしな。なるほど、悪いがその携帯を貸してくれ。ああ、え、もう電話すんの？ええー、早っ早っ早っ、すげえな行動力。うわー、かかった。葛城か、
俺は桐生ってものだ。今訳あって谷村の電話を借りてお前に電話している。桐生、まさかあの四代目の桐生一馬さんですか。すごいな、勝ち大きくなったな。そうだ。これはこれは驚きです。それで私に何か用でも。用しかないわ。西島大河と安子のことだ。さあ、何の話だ。無理だろ。とぼけるな。お前が西の河原から連れ去ったということは分かってるんだ。それがどうした。お前と取引がしたい。タメ口使うな。あとお前が今一番欲しがっているはずのものが今俺の手元にある。あら、動揺してますね。西島が浜崎と脱獄した際手に入れた例のファイルだ。お前が手に入れたいものというのはこれなんじゃない。うー、どうなの桂木くん。ああ、動揺してます。喋れなくなっちゃって。違うというのなら構わない。この話は忘れてくれ。それじゃ、それじゃ、来るぞ。待て。あ、来た。はい、食いついてきた。どうしてお前がそのファイルを持ってる。受け取った。沖縄で浜崎から直接な。そのことを知っているのは俺と浜崎、あとは今俺の周りにいる人間だけだ。宗像は知らないんだろうな。お、宗像。副総監の宗像だ。ああ、知らないはずだ。わかった。いいだろう。乗ってきた。取引の内容は乗ってきた。西島大河と安子の身柄、あと木戸が奪ったスカイファイナンスの金1000億だ。うー、どうよ。伝説の国道ってのも交渉ごとは不得意のようだな。そんな取引じゃ俺は動かない。あら、結構でかいけどね、このファイル。出しちゃおうかな。交渉ってのは心理戦だ。わざと相手に有利な条件を提示することで相手の興味を引き出す、そういうもんだろう。ならどうすればいいんだ。おい、キルに勝たんだお前。そうだな、わかった。こうしよう。今日の取引お前一人で来い。また来た、一人。一人。そうだ、一人だ。しかもお前にはボロボロの状態で取引に来てもらう。は？どういうことだ。何？ちょっとした余興をやってもらうってことだよ。何言ってたお前。あんたの好きな殴り合いってやつをね。いや、相手方がボロボロよ。取引の場所はカムロ町ヒルズの屋上にしよう。なるほどな、またか。俺は冴島と妹、さらに1000億を用意してその屋上で待つ。本当に待ってるか。あんたには屋上にたどり着くまで上の清和会の人間を全て倒してから来てもらう。なんだと。はぁ、あんたが屋上にたどり着けるか、それとも先に死んでしまうか、俺としてはどっちでもいい。これなら俺に有利な条件だ。もし俺が屋上までたどり着いたら。本当だよ、たどり着けるぞ絶対。そん時はちゃんと取引させてもらうよ。絶対嘘だぞ。ただたとえそうなってもあんたにはもう俺を殺す余力は残ってないはずだ。いいや、あれ。それなら俺も安心だ。全然安心できないと思うよ。舐めてるなこいつ、キリュウのこと。分かってくれよ、キリュウさん。俺もさ、長生きしたいんだよ。うるせえよ。あんたや冴島みたいな化け物二人も相手してじゃ命がいくらあっても足りない。世の中には錦山や郷田龍二みたいな、うわー、郷田、今まであんたが相手にしてきた男気あふれる極道じゃない人間もいるんだよ。さあ、どうする。その名前使うんじゃねえよ。行こう。何時に行けばいい。夜22時だ。俺も死体じゃない生きたあんたに会えることを楽しみに待ってるよ。それじゃ。こいつ、どうだったキリュウ。何やら約束をしていたようだ。そのファイルをカムロ城ヒルズに持ってこいと。今夜10時、俺一人で行くことになった。なんだと、そんな無茶な。まさか本当に一人で行くわけないじゃろうな、キリュウ。いや、行くつもりだ。俺が一人で行くこと、それが突きつけられた条件だ。あのね、こういうのね、キリュウさん大嫌いだから、あの、いや、後ろからでもカバーしますよとか、絶対そういうのね、約束は約束で守る男ですから。カムロ町ヒルズに上野清和会の人間を配置してるとも言ってた。俺に会いたければたどり着いてみろと。そりゃ念の入ったことで、それでも行くと。ああ、だからってよキリュウ、お前。まあまあ、ここはお任せしましょうよ皆さん。俺たちが止めたって、もう決心は固いようだ。そうでしょ、キリュウさん。ああ、もう約束をしたことだ。すごいもんな、約束を果たす絶対的な男だからな。あの、惚れるよね、女の子たちは絶対ね。じゃあ行ってくれ。ああ、十分気をつけていけよ。
分かってる。行ってきまーす。カメラ注意とベッドワークファイル。電話？よーキリュウ、カムロ町ヒルズに行くのか。ああ、さすがだな、もう知ってるんだ。当たり前だ、俺を誰だと。ところでキリュウ、もう知ってるかもしれんが、花屋、こういうところで入ってくる花屋、意味わからない花屋、典型だろ。カムロ町ヒルズへの西公園の通りの入り口、開けてやるぞ。お前にはそっちの方が慣れてるだろ。うわぁ、めちゃめちゃ重要なとこだった、ごめんなさい、典型じゃなかった。ああ、わかった。え、キリュウさんで点検もらえねえんだ。よーし、じゃあ早速行ってみようか。さてさて、やってきましたよ、パチンコ屋にね。まずは1000億よりもパチンコなんですよ。パチンコで一旦1000億出さないと1000億返しきれないんで。お、来た、リーチ、リーチか、今リーチ感じね。あ、アルチ来て、来い、カツラギ早く来て。来た、来た、リーチ、リーチ、リーチ、左打ちって何？なんでなんでなんだ？左打ちって何？これ左打ち？これ左打ちになってる？流れて流れて、当たり当たり、来たから来たから、よっしゃ、みんなで見ようぜ。はい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 、カツラギをあえ倒す前に、はいはい、パチンコで当たっちゃった。キリュウさん、はい、やめられない、はい、止められない、俺らの戦い今ここにあり、ありけり、あっちにはなし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 、今はこれ、はい、アラジン、アラジン、いいぞいいぞいいぞ、アラジン、アラジン、フー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 、アラジン、お前は最高、やっぱりディズニーよりもアラジン、ディズニーの一番はアラジン、パチンコならではのアラジン、最高最高、ウィッチワッチパリナイ、フー、いいぞいいぞ、勝て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 、フー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 、いいぞいいぞ、アラジン、そうだそこだ、フー、いやー見事に当たりましたよね。やはりここはやっぱビギナーズラックが出るもんでしょう。いや、ちょっとこのパチンコの玉でね、なんか買い物しましょうかね。私は今大富豪、みんな大富豪と呼んでくれたもん。あ、君なんか当たらないで、なんかあれだね、なんか家帰れなそうだね。私当たったんですよ、最初からね。どうですか。あ、お姉さん、あ、すいませんね、玉で交換したいんですけどいいでしょうか、というわけで銅の皿と鉄の皿しか交換できないんですけど。じゃあもう記念に銅の皿買っちゃおうかな。銅磨けば金になるね、お姉さん。パチンコ当たったんですけどどうですか、僕と今日ディナー行きません？おごりますよ、全然おごりますよってキリュウ君が言ってます。見てよこの後ろ姿、でかい、でかすぎます、あんたの後ろ姿よ、日本一の背中よ。って危ない危ない、俺としたことが集中してあのまま一晩いるところでした。セーフセーフ、もうキリュウ君ダメですよ、俺がいないと制御できないんですからね。なんとか僕がね、あの動かしてますから ゆっくり制御できましたけど、キリュウ君一人だったらこうどうなってたか分かりませんね。きっとおそらくなんですけどずっとやってたんでしょう。怖い怖い、
屋上別、さあやっていこうか。パチンコに勝ったこの私と、そしてこの桐生、どう勝てるやつはいないな。ああ、なんだって今はアラジンパワーがあるんでね、お前らとは格が違うんだよ。何、お前らお金持ってんの？持ってないよね。プ僕は金持ちです。一銭玉当たりました。あの一銭玉で銅の皿買いました。お前らは何皿買えるんでしょうかね。皿さえ買えないんじゃないでしょうか。下っ端の分際がよ、な、舐めてんじゃないよ、かかってくるんじゃないよ。ああ、さあこれで終わりじゃい。弱えな、弱すぎるぜ。パチンコで勝ってから俺に挑んでくれ。あ、何その幻獣もやっぱり見かけ倒しですか。やっぱり本物ってモテないですよね。僕本物とか本物じゃないとかはわけわかんないんですけど、ただパチンコに勝つか勝たないか、そこだけだと思います。はい、で直してください。バイバーイ。あー、逃げてないで早く来てくれないかな。こっちから行くのもめんどくさいから出迎えてくれない？ねえ、こっちはパチンコの石油王って言ってもいいけどね、正面から屋上を目指すしかないな。あ、堂々と行っちゃいますから。はい、僕とキリュウ君堂々と行っちゃいます。もうこの顔よ、もう勝った時の顔だよね。もう勝利した男の顔してますね。ええー、お、マネキン、いやーバカか、うじゃないだろ、うじゃないだろ、人間だろ。危ない。え、本当にマネキンじゃないよな、びっくりした。本当にマネキンだと思ってたん、今の自分で。すごいな。そういうやつはね、俺がお仕置きをしてあげましょう。待って、マネキンが掴める。おれ、うえーと、うえー、なんでやねん。おい、マネキンからか、マネキン掴む、うえへ、ごめんなさい、マネキン使いません、マネキン使っちゃダメだから。ほら、なんて言うと思った、痛い、もうやめます、マネキンやめますから許して。終わりじゃ。こいつ強かった。なんだよこのエッセ司会者みたいな格好してやがって。なんでお前が一番強いんじゃ。服色変えれば一番強いとか、そういう時代は終わったからな。なあ、いつの時代の話してんじゃ。これ結構昔の話だった、ごめん。じゃあお前が強いっていう回の話っていう、この子では一番前のタモリさんが一番強いかもしれない。一番上のはほら強い、タモリさんがいっちゃ強いんだから絶対。うわら、ふうシャキーシュー、ショートアチョー、うわー、あー、これがパチンコで勝った男のスピードじゃ。このスピードについてこれるかな。ああ、ついてこれねえだろうな。なんたってパチンコに勝った男だからね、このスピードはなかなか波のやつじゃ。あ、なんだお前、うわー、なんつスピード、お、痛い、なんていうコンビネーション。だが俺も負けてやないぞ。やるじゃねえかお前、今のコンビネーション教えてくれ、後だな。うん、後でじきじきに教えてもらおうか。すげえ、ここめちゃくちゃ広いんだけど。あ、また偽物の拳銃持っちゃって。なにそこで待っとけって言われたの、偽の拳銃持って。あの本物の銃はね、ちゃんと使わなきゃいけないんですよ。あ、死んじゃった。おい、ちゃんと教えと思ったのに、使い方の講座教えてよと思ったのにな、キリュウさんが直々に。拳銃はこういう構えで、こっから360度敵を見渡しながら撃つんだよ、みたいな説明付きのね、チュートリアル先生やろうと思ったんだけどな。誰？セーミア？ん？知らんな。知らんやつ出てきたわ。あ、動かないで。あ、動かないで。あ、ショットガン持ってるんで、こっちハンドガン持ってますよ。動かないでください。どっちが強いかね、わきまえてください。あ、目の前です。立たないでもらっていいかな、君はね。これ拳銃殴られるの痛いよ、ほら痛いで、ね、お母さんのとこ行っちゃいなさい。全然食らってないやけ。お前絶対ショットガン向いてないって。ショットガン向いてなさすぎる。ダメ。俺が一番似合うってキリュウさんが言ってますね。キリュウさんのそういうささやきが聞こえます。俺が一番似合うな、やはりショットガンにふさわしい男がこの俺か、みたいな。いえいえ、キリュウさん僕も似合いますって。一緒に頑張りましょうよ。なんか稲田っていうやつがなんか隠れてるぞ。稲田っていうやつはいた、いました、稲田ってやつ。撃ちます、キリュウさん。撃っちゃった。隠れてないよ、隠られてないよ。あらららら、撃てちゃったよ、もう、バカチン。ちゃんと隠れのダメてちょ。よいしょ、オッケー。さあ、どんどん出てきていいよ、ショットガンですから。僕はパチンコとショットガンに勝ち誇った男ですから。あら、また来た、セービア。
だショットガンお前向いてないって、俺が一番向いてるとこ教えてやろうってなあ、見ろよこの4人打ち、おいだから向いてないんだって言ってるでしょ、僕にショットガン打ち渡しなさい、そのショットガンもね向いてなさすぎでしょ本当に。おいっぱい増えてきたな、いっぱい増えてもこれだよ、蜂の巣だよ、こうなんよこうなんよ、結局こうだからね、セミは向いてない、あやばい失敗した、くそったれー、セミはそのショットガンよこしなさい、僕がじきじき使ってましょう、弾がなくなったんだからよこせ、お前弾補充班だからな、おらーおらー、なあビビってんの、ビビってんの、それビビるよな、なあそれビビってしょうが、また出てくるんか、お前らパチンコに勝ったことあるんか、教えてみ俺に、なおめえも堀口、もうお前らパチンコに勝ったことあんの、アラジンに勝ったことあんの、アラジンに勝ってから俺に挑むんだな、ほんだらこちらアルファ誰を殺せばいいんでしたっけ、ビビこちらオメガ、その目の前に赤い色服が俺の息子だ、あーやっちゃった、すいません、すいません、やってしまいました、ごめんなさいオメガさん、私の息子殺しちゃいました、なんかいっぱいいる、俺が今ちゃんとなんか今ちょっと変な風に遊んでたのに、遊んでたらこうだよ、すぐこれだからもう嫌になっちゃうよ、こうやって囲んでさ1対1で来てよ、たまにはよ、たまには1対1で来ればいいじゃん、極道でしょ、極道なら1対1で来ないよ、弱いって言われちゃうよ、おっかさんが泣いちゃうよ、そんな風に育ててないよ私はって、おっかさん田舎のおっかさんが泣いてるよ、おにぎり畳みながらね、よいしょ、ああ怖い、ああ怖い怖い怖い、来ないで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 、いや相手からしたら俺が一番怖い、一番怖いの俺絶対、あこれ上行けんじゃない、もう待って、まだあんの、まだあんの、まだ来そうじゃねえこの感じ、うすっごい、もう震えて震えてしょうがない男出てきた、いやもう大きすぎ、あららら、あれ四天王やん、待ってさっき戦ってきた四天王やん、うわこんな勢揃いで、やっぱりお前ら集まってやんないとできないんだな、いやでもね俺が一番怖いのこれ司会者だね、司会者が一番時間かかったわ、待ってやばい、強い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 かもしれない、いや弱いな、まずはこのセミアからやるしかないな、なんだって一番弱いのセミアだからなこれ、いやいやそのやめてやめて、わ死ぬ死ぬ死ぬ、待って待って待って死ぬ、待って強すぎない、マジ強すぎない、ちょっとチートなんだけど、これラスボス、ラスボスでやってます、ラスボスだよね、ラスボスじゃないと許さないんだけど、待ってショットがあった、うわおいおい、歯向かうな、歯向かうな、3対1かけない、なんだってなんだって、聞いてみて聞いてみて、なんでなんで、うん、ショットガン持ってるから、パチンコで勝ったから、うーんショットガン持ってるから負けなしだから、うーん、あとお前だけになっちゃったな、一周員よ、なんか気流員みたいで、なんかゴールデンボンバー目指すのかな、うん、でもゴールデンボンバー目指すにはちょっとパンチパーマすぎるね、だから僕が君の頭をパンチパーマにしてあげよう、俺がパンチパーマになるじゃねえか、パンチしすぎだってこの野郎、さあこれでしまいにつけようか、一周員よ、最後でこれで終わりじゃい、ヘッドバンはこうやるんじゃな、あバンド目指すな、まずはヘッドバンからよ、急いで屋上向かおう、いや疲れたわ、正直めちゃくちゃ疲れました、ここまで来るのに、何だってんだ、何だって1時間ぐらいかかったじゃねえか、本当に長かったわ、うわっ冴島安子ちゃん、てんめカツラギ桐生カズマが来たぞ、待たせたな、ピンピンした状態で来てやったわ、鞘島寒いだろうな、カツラギ、みんな見てくれてどうもありがとう、チャンネル登録はこちらから、ネクスト次回のお話はこちらから見れるよ、またねー。